こんにちはー、中までたっぷりちはやです。今回はポケモン青でマスターボールを大量に購入する方法を紹介していきたいと思います。ネットで漁るとですね、いろんなやり方があるんですけど、自分が唯一できたのがこれだったんで、やっていきたいと思います。その参考にしたサイトの URL、動画の説明欄に貼り付けておきますので、詳しく見たい方、文字で見たい方はですね、そちらを見ていただければなと思います。条件がまず3つあります。ここニビシティのこの草むらに行くこと、2番目にポケモン、上から2番目に水ポケモンを持ってくることで、道具を14個を持っていることが条件となります。では早速やっていきましょう。まずは道具、14番目ですね。自分はこれがちょうど14番目になってますんで、これです。セレクトを押して BB で戻ります。で、野生ポケモンと戦闘していきます。はい、コラッタ出てまいりました。で、ポケモンを変更します。2番目に水ポケモンを置いといてもらって、ここで A ボタンを押しますとバグります。73ですね、出てきますね。で、この状態で逃げてください。はい。で、そのままニビシティのフレンドショップですね、フレンドショップに向かいます。はい。で、そのまま話しかけて売りに来た。で、バグってます、こんな感じでね。で、このレッドってやつが高く売れるんで、こんな感じで売ってください。で、買いに来た。あれ、バグってないな、おかしいなってなると思うんですよね。こんな感じでね、もう一回売ります。バグってるやつを、あ、できましたね。こんな感じで売ると、フレンドショップの店員さんと、あとお客さんと自分が消えるんですよね、画面から。こうしたら買えます。あ、 BGM なくなった。オーベイロン。あ、急になんかポケモンの鳴き声が聞こえてきましたけど、下に行けなくなったら B ボタンを押しながら下に行くと、おお、進めます。じゃあ買いに来た。グリーンバッジ、グレーバッジなども買えます。貝の化石とかも買えます。残念ながら自分で決める。カビダーリバッチ。グリーンはキャンセル。ゆっくりビロッシ。誰だよ。ゆっくり実況出てきそうな、ゆっくりビロッシ。はい、ありましたね。マスターボールが0円で売ってますので、99個買えます。 OK です。あ、ちょっとお金減るんだね。で、このままビービーでキャンセルしていくと、戻れます。で、最初ちょっとこう操作不可能になるんですけど、ある程度するとこうやって動けるようになります。で、このままもう一度下まで進んでもらって、道具ボタンを押します。で、バグってますけど、一番下ですね、ボロの釣り竿、ここが14番目なんで、ここでセレクト BB ですね。14番目のところでセレクト BB を押してもらって、また野生のポケモンと戦闘していきます。今回はポッポで、ポケモンを交換で、2番目、先ほどですね、変更したポケモンを選択すると元に戻ります。ただ名前が変わっちゃうんですよね。さっきやった時はキッユーになってたかな、今回はキックになっちゃいましたね。元がキッコーだったんですけどね。で、このまま逃げます。すると、バグが元に戻ってます。こんな感じでね、綺麗に戻ってて、購入したものは残ってるっていう、これでマスターボール99個確保することができます。普通に使えるマスターボールだっていうことを証明しないといけないんで、ここで投げつけて証明します。 OK ですね。うん、コラッタを捕まえた。はい、使えるマスターボールです。このやり方で、できない方はですね、ネットでいろいろ検索かけて他のも試してみてください。自分はこれ4つ目だ、4サイト目でようやくできるやつが見つかりました。もしかしたら他のタイトルだと、他のカラーだとできないっていうこともあるかもしれませんので、いろいろと試行錯誤はしてみてください。さあ、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。